79.7MHz コールサイン JOZZ0CGFM 名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋をお送りいたします。もうようやくね10月に入ってですね、まあ、あの気候もちょっと良くなりましたね。あの涼しくなっているあの時間帯もありますので、王子のね脇汗もねとどまっていますよ。滑り王子マスクマンでございます。はい、涼しくなってるとは言うんですけれども、なんだかまだ私半袖でいるんですけれども、うんうん、なんででしょうね。いやでも昼中暑いですもんね。昼中ね、うんうん、そういうお年頃なのかな。年頃ほてりやすいお年頃の、はい、味噌煮込みスキーとちょっとですね、もうバタバタしてまして、あのツイキャスがなかなか始めれなくて、ちょっと とても時間がない状況でした。ダンサーでございます。はいはい、合言葉って出てきたから、あパスワードがかかってたんです。そうそう、うん、あれ合言葉聞いてないぞと思ってちょっと焦っちゃった、うんはい、大丈夫だったね、うん、はい、はい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマはちょっと待ってくださいね、はい、はい、点数ポイント。今夜のテーマは点数ポイントです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 銀の湾で検索してください。またインターネットラジオ配信、またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM 銀の湾で検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭中首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい長市永田おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットカメラ録画システムのことならDグラッド、貿易コンサルタント海外引っ越し取引代行は名古屋港区 JTA 個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ
経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋ツイキャスで、ねうんね、パスワードというか合言葉を聞かれて、うん、ちょっとやっぱり私もびっくりしたんですけどね、ちょっとツイキャスの皆さんもびっくりして沖縄大好きさん、さっきの合言葉は何だったんだ、設定ミスかな、あのですね、はい、リハーサルを事前にするんですよ。リハーサル、うんうん、リハーサルをするんですね、機材のですね、うんうんうん、その時にですね、パスワードをかけてますので、うんうん、誰も見れないようにしてるんですよ、うんうん、なのでその設定が残ってただけなんですね、申し訳ございません、うん、はい、あ、これ毎日やってるんですか。やってる、毎日やって、毎週やってるんですよ。毎週やってるんですよ、毎週配信前にやってるんですよ。お、知ってた、動作チェックしてるんですよ。知りません。そうだよ、ね、全然全然知らないよね、うん、過去にね、画面が小さくなったりとか、うん、音がおかしかったりっていうことがあったので、うんうん、リハーサルを毎週やってるんですね、うんうん、でそのためにパスワードをかけてるんですよ、はい、そういったところになります。失礼いたしました、うん、ちゃんとしてる作業だよね、はい、ね、ちゃんと確認作業してるっていうのを、うん、今日気づいた王子と味噌煮込みすぎて、ね、まあ、王子のトークと一緒だよね、ちゃんとしてるのはね。おだまりあ、そうなの。いや、王子 の、 そのトークこそパスワードがいるかもしれない、ね、え、そうなのパスワード解読するのが大変なんだから。パパや沖縄 T シャツ屋さん、うん、今夜も元気にこんばんは、こんばんは、合言葉わからなくて焦っただよね、そう、王子もわからないんだもん、ね、で埼玉のゴーさん、ダンサーズさん、みそさん、すべりさん、パパやしりしりさん、こんばんは。なんか今聞き捨てならないお名前でしたね。何が、すべりさん、すべりさん、すべりさんっていうのはこの王子のこと、もしかしたら、うん、そうね、他にいませんもんね。あ、そうなの、うん、別に王子今日はね、まあいつものごとくね、すべりワックスはつけてるわけではございませんけども、このすべりというのはどこが何をどのようにしてっていう、滑ってる自覚がないっていうことですね。あ、自覚がない、はい、うん、自覚がないかなで、パパやしりしりさんっていうことはしりしりされるってことね。ああ、そういうことねいや、じゃなくて、うん、ね、パパやさんが、はい、パパやしりしりって言ってるんで、うん、ちょっと、ね、そうよ、しりしりされたら大変ですだよね、細かくなっちゃう、はい、だよね。で、やすさやかさん、かっこコンビニ車両し、かっこ閉じかっこ、合言葉ビビった、よかった、ようやくリアタイできました。おう、ありがとうございます。はい、リテールクリエイト社会保険労務士法人、やすさやかさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。この合言葉ビビったっていうのはですね、まあ、王子言わなかったからよかったですけどね、はい、ね、まあ、本当にこうやすさんに向けてだとね、まあ、いろんな、まあ、女性の方全般ですけども、はい、ラブラブしたいって、はそう、ん、何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 、あんまり今聞こえたと思うけどね、もう一回ちょっと言ってくれる、うん、はい、ね、右下げる、いろんなこう女性の方に向けてですね、ちょっとちゃんとちゃんと右下げるから、ちょっと、はい、聞こえてる人の話、聞こえてますよ今それちょっと待ってますから、うん、じゃあ下げます、下げますね、はい、はい、王子ラブラブしたーい、これが合言葉だったらみんなビビっちゃうでしょ。王子滑ってます。今いいですね、ヤスさんのエコーがとってもエコーで爽やかにエコーでしたね、爽やか、あ、爽やかに滑ってますって言われたよ。そうか、爽やかだったか、爽やかだったね、ヤス、うん、さんの声がよ、ああ、そういうこと ね、うん、ね、王子じゃなくしたね。で、ツインクルちゃん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、フリーダムナイトワッチーさん、演者さん、リスナーさん、こんばん、キウ名古屋、いいね、これ。キウ名古屋、演者さんという言葉がいいですね。演者さん。もう役者ですからね、私たちはね。はい、今夜もよろしくね、キウ名古屋。
ポイントですが、はい、かつては集めていましたが最近はやらなくなりましたねということで。ああそう、ワッチさん、ね、この前ひとみさんがゲストに出ていただいて、はい、岐阜のね、岐阜ちゃんラジオのムスビズムの方にもね投稿されてましたよね。投稿されてね、なんか X の方でもコメントをしていただいて本当にありがとうございます。こうやってどんどんつながっていくのは嬉しいですよね。本当にあのムスビズムというですね、うんうんうん、番組でいらっしゃいました、はい、ね、カンポイさん、水煮込み好き。あ、なんか私水っぽくなってる。あ、 水になっちゃった、ダンサーズさん、ひげを剃っても、ヤクミツルさん、皆さんこんばんは。ワン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 、今日は沖縄も昼間涼しかったけど続くといいけれどこれがずっとということで、うん、そうですね、もうさすがに暑いのはね、もう勘弁ですよね。まあ時期的には本当はね、こう寒くなってくるような時期ですもんね、うん、ね、岐阜の9人のバーバーさん、皆さんこんばんは。こんばんは、こんばんは、今の気温19度ですが、うん、寒いです、うん、これはあの決してあの王子のせいではございませんよ。何もまだ言ってないよ、ね、あ、うん、名古屋最明日の最低気温17度です。あ、でもね、そう、深夜から明け方にかけての気温は17度の予報が、うんうん、あ、やっぱりそうなんですね、うんうん、冬が近づいてきました、うんうん、これはまあですね、はい、自然現象というかですね、はい、気象の問題で決して王子のトークが寒いということではございませんので。王子滑ってますまだ今滑って、高本さ ん、こんばんはってことで、はい、こんばんは、埼玉の郷さんが、はい、滑りさあ滑りさってもう全然滑ってないと思うんだけどね、はい、ただまあですね、うん、また後からね、今日のテーマに関してお話をしますけども、うん、今日王子ね、あんまりねこのテーマ好きじゃないんだよね、うん、なんで、うん、これはまた後からお話します。はい、うん、ラントさん、王子に一言言いたい。はい、はい、どうぞ言って。なんだ、いや分かんない、一言言いたいって、うん、で、パパヤさんが、うん、一言と言わず二言も三言もって言ってて、うん、でいいのかなって言ってるんですけれども、ラントさんの文字が怒ってます。え、なんで分からないです。なちょっと教えて、うん、その一言じゃなくて二言三言四言とかさ、いっぱい喋ってほしいのかな、うんうん、ちょっとそのね、意味合いをちょっと教えていただきたいなと思って。で、ヤスさんがエコー滑ってます。エコーが滑るエコーが滑るあ、で、高本さん、22時9分ラブラブしたいという不適切発言でイエローカード1枚いただきました。これでも大事よ、ね、とりあえず今日はまずイエローカード1枚です。気をつけてね。そうなの、はい、沖縄座敷さん、王子の滑りを10点満点とするとどんな点数になるかしら。滑りはないってね、多分これに対してはですね、うん、こう点数をつけるっていうわけではなくして、まあ、まず滑りがない、このトークに関してね、それを皆さん聞いていただきたいなと思いますね。で、パパヤさんが、おまわりさん、滑り剤の現行犯こちらですって呼ばれてます、呼ばれてます。だからね、おまわりさん来るかもよ。ローションつけてないって。FMJG 新一さん、ありがとうございます。こんばんは、はい、今日も楽しみに聞いてます。ありがとうございます。今夜はですね、ステッカープレゼントがございます。FMJG 新一さんデザインのね、うんうん、滑り王子ステッカー&冬名古屋ステッカーのプレゼントがありますので、はい、また後ほど、はい、キーワードを発表しますので、はい、お楽しみにお待ちください、はいはい、あ、ラントさんいいよね、あの滑りナイトで王子と戦いたいって、もう決まったよね、そしたらね次回 の挑戦者。え、あんたいっぱい挑戦者作ってるけど、ちょっと待って待って、まだなんかいろんな人挑戦者作ってないよ、うん、でもね、いろんな方とね、こう戦いたいですよね、この王子。戦う、うん、戦うの、うん、だってこう戦いたいっていう勝ち負けがあるの。どうなんでしょうね、王子はそう思ってないですけども、勝ち負けで言ったら王子全部負けてるよ。え、それはないでしょう、うん、あ、ラントさんごめんなさい、怒ってないよ、ゲロってるの。あ、ゲロってるの、うう気分が悪い感じ。ああ、もう王子はそういう時はございます。ああ、もうトークがね、私この隣の男のトークがそうなりますね。え、そうなの、うん、やだやだ、
はい、じゃあメールいきますよ、うん、はい、どうぞ、はい、はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。はい、こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。ハートをね、はい、逮捕されるとちょっと困っちゃうな。リスナーさんのハートを逮捕されちゃう、うん、ちょっと王子もちょっとドキドキしちゃうからねはい、本日のテーマポイントですが、日常でスーパーやコンビニ、ネットカフェのポイントは増やすよう適度に利用して少しずつポイントを貯めていますが、昔からコンビニで使うポイントは1万ポイント以上貯めることを目標としています。おうおう、けど現実はなかなかたまらないですね、うんうんうん、お三方さんはポイントで1万ポイント以上持ってるポイントカードはありますかって。1万ポイントってどうやって貯めるの、うん、あるあります。ありますか。あります。クレジットカードのポイント、はいはい、あります。まだありますね。そうだよね、使わなかったらどんどん溜まっていくもんね。溜まってくるんです、ね、そう、なるほどね、うん、あ、持ってますね、うん、あ、なんか私ポイントを貯めるとこうなんかある一定の期間で消えるじゃないですか、うん、なんかそれがすごい悔しくて、うん、割とあんまり貯めずに使うタイプです、はいはい、うんうん、あ、ペイペイはそうですね、もうすぐ使っちゃいますね、うんうんうん、あれでもペイペイってすぐ使えますよね、だって。あ、そういう設定なのかな、うん、そうですね、そういう設定でポイントから使うっていう設定すれば、あ、そういうことか、うん、そうなってるのかな、うん、じゃあ、あとアマゾンポイント、うんうん、あれも、うん、もうあるうちに使っちゃうような風にします。あの今の、ね、昨日だったかな、ニュースなんかでもやってましたけども、うん、まあ、au がなんかあのポイント、うん、あれローソンかな、うんとね、あの合体したとか、あと、セブンイレブンなんかもね、こうポイント の還元率が良くなったみたいな、そういうニュースがありましたけども、うん、で今の若い方ね、その上手くねポイントを活用してね、いろいろやってみえるみたいですけども、王子あんまりねそれが上手くできてないことが多いですね。ポイントになるのかどうかわかんないですけど、うん、この前ちょっとメールが来てまして、うん、ソフトバンクから、はい、誕生日なんですよ、うん、誕生日プレゼントということで、うん、1000円分のペーペー、はい、くれました。あ、いいですね。あ、うん、あ、そっか、10月ってそういえば、はい、ダンサーズさん誕生日の月だったわ、はい、あんまり言っちゃダメだって。なんで、うん、年齢がどん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 アップしていくんだからそれもポイントアップか地獄を見るわよいい表現ですね、それ地獄を見るわよ。ある意味ポイントアップですね。まあまあまあ、加齢臭もアップするっていうね。いや、そんなポイント求めてないなあ、そうなの、うん、お引き取りください、はい、メールお願いします、はい、お呼びします、はい、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。おばあからもらったプライベートジェットです。ありがとうございます。ありがとうございます。以前はポイントカードで財布がパンパンになっていましたが、最近はスマートフォンのアプリで対応できるものも増えているので管理が少し楽になりましたね。ポイント、倍増の文字を見ると嬉しくなります。でも期間限定ポイントなどはうっかりすると失効していることもあり、管理が難しいなと思ったり、皆さんポイント上手に管理できていますか、ということでございます。うん、まあそうだね、ね、先ほどの話じゃないですけども、はい、期限があってね、なくなっちゃうっていうのもありますもんね。王子ね、でも多分ポイント自体が少ないから、まあ執行したところで、はい、まあ、あんまり、まあ、大丈夫かなぐらいのことですね。たくさんポイントあるとね、もったいないなと思うんですけども、うん、あんまり多分増えてないような気がしますね、王子の場合は。ただね、高坊さんが整いました、うん、はい、ポイ活とかけて王子の卑猥なトークと解いた。卑猥、はい、その心はどちらもたまりませんな。あ、いい、あれですね、お上手でございます。あ、お上手ですね、あのね、思いましたね、はい、あ、そうか、そうか。小林さんが、うん、クレジットカードを旦那さんのに統一してるから何万ポイントもたまっててビビる。あ、いいですね。あ、うん、そうか、全部ね一括で貯めれば、うんうん、そうそう、こうね、うん、ポイントが消えてなくなっちゃうとか、うん、そういうのがないですよね、うん、そうですね、ね、ありがとうございます。じゃあメールいきますよ、はい、あれ、あ、ジョージさんからです。ありがとうございます。王子、ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今年の春頃に楽天ペイで貯まった300ポイントを投資運用として保管っておいたら、うん、今なんと330ポイントに、うん、半年で 10% も増えてびっくりでした。
ポイントならたとえ損してもマイナスにはならないですから、投資の疑似体験としておすすめですよということで。ほう、あー、なるほど。300円が330円になったっていう感覚ですよね、きっと。でもまあね、あの増加率としたらね、やっぱり 10% アップですからね、うんうん、これがね、もうたくさんポイントがあったらね、きっとすごい増えてるっていう風に感じるんでしょうけど ね、うん、でもね、あのこういうのだったらいいですよね。あんまりこうお金とかだと投資するとね、やっぱり損損益ね、いろいろありますからね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、マンタキーの美奈子さんからです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。髪のことだけはやめてほしいな。ほう、ん、何が、え、あれ先週、先々週だったの、髪のことだしじゃん、そうそう、ね、お背中ね、お背中スリスリやったらね、お背中磨きましょうかだったね、血だまりできちゃうんだから思い出した、はい、ルクプルの話に出たんだ、うん、そうです、はい、お三人さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。旧名古屋は点数をつけるなら200点。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。王子の滑り具合は 99.9 点かな999。ああ、100なってないんだ、でも面白いです、これからも滑りに磨きをかけてリスナーさんに笑いを届けてくださいね、ということでございます。ただね、美奈子さんね、うん、あの滑りに磨きをかけるというよりか、うん、滑りがないんですね、私のトークにはね。そうね、あのまあ、あのこれはもう何度も言ってることですけども、はい、ね、あのクラシカルでね、うん、まあ、アカデミック、ね、うん、ね、そういう形で、ね、トークを、ね、やらせていただいてますので、今日も冷えるわ ね、 ね、滑りがないんだ、ね、今日も冷えるわね。沖縄大好きさんが、王子の滑り点数は10点中満点、点数が低いほど滑ってない、高いほど滑ってる。ああ、そういうことなのね。パパイさん、ありがとうございます。バージョンアップですね。バージョンアップ、まあ、バージョンアップっていうふうではないですけどね、まあなんでしょうね、うん、こういうふうになっちゃった、こういうふう、こういうふうになっちゃった。ただですね、あの隣の男の方が誕生日早いですからね、ちょっとね、うん、うんうん、そうだからね、ここ今のね、皆さんのね、メールはですね、はい、うん、まあ、ただまあ一つお間違いになられているのは、このトーク、トークのね、その滑りをね、はい、磨き上げてというような、ちょっとねそこはね、なかなか磨き上げれないっていうね、うん、まあまあ、もしかしたらですね、皆さんが感じるのは、まあ、王子のこの生まれ持ったこの感性でございますんで、このトークはですね、え、なんかバシンってきたよね今ね。あのね、あの先ほどあの王子がですね、あのポイントっていう言葉があんまり好きじゃないっていうのをね、言いましたけども、ちょっとそれをお話ししますけども、あのまあ過去にですね、あのよくポイントとなると、あのキャバクラのお姉さんたちはね、あのポイント制なんですね。っていうのは、あのお客さんを呼ん でたくさん飲んでもらってポイントがアップ、うん、そういうシステムでございますんで。違う、出来高払いじゃない。いや、出来高払いで、要するにそのポイントですね、まあ、月に、うん、そう、出来高払いポイントになってんだ、うん、ポイントなんです、それが大体ポイントが多いですね、30ポイント、40ポイント、50ポイント、まあ、できる方は60ポイントか100ポイントまで行くような、お姉様方がいらっしゃるみたいなんですけども、ね、例えばその一人の人の売り上げの何パーセントが今流行りのキックバックじゃないですか。じゃなくして、ね、やっぱりポイント制みたいですね、ポイントが多いですね。だからその最低ポイントがあって、それに達しないと、ペナルティで、あのサラリーが減るとかさ、そういうことがあるみたいですね。でポイントが、まあ、たくさんあれば加算されて、あのサラリーもアップということが多いらしいんですけども、もう過去にですね、もう王子のね LINE にね、まあなんていうのかな、営業メール、営業メールなんですけど、担当でしょ、あのお姉さま方がポイントアップを狙ってる。そうですね、担当職人に、ね、言われる方もいらっしゃるんですね、あの、うん、私ね、あのポイントがないですから王子お願いしますっていうような、ね、そういうね、メールをいただくとね、なんかね、心がねジンジンしちゃいまして、もしかしたら行かなきゃいけないのかなっていうふうに思っちゃうんですけども。で行くの？いや、行かないです。ただそれはね、作戦です。というのは、そういう営業メールをいろんな方に、送ってますので、別に王子だけではございませんので。いろんな方からもらってたんでしょ？そうなんです。でそれがですね、
ってお店に来てくださいっていうメールじゃなくして、うん、ね、王子に会いたいとかさ、そういうね、あのちょっとね、ひねりを加えたね、あの LINE が来ると、あら、王子にそんなに会いたいのって思って、ね、あのね、あのひねりじゃないですよ、うん、色目使っただけですよ、まあ多分そうだろうね、うんうん、でそれをね、あの勘違いするね殿方はね、いっぱいいらっしゃいますよ。ああ、そうです、それ王子だけじゃないよね、うん、しかもね、ただ王子はね、それはよく考えてますので、うん、ね、勘違いしないの？勘違いしないです、うん、王子そこはね、あのね、まあ、ある程度昔ちょっとね、いろいろそういう経験を積みましたので、ハマったんですね。あ、ハマってはないですね、うん、ハマってはないですけども、いろんな、まあ、先輩方からですね、はい、うん、王子気をつけなさいよっていうアドバイスをもらって、っていう風でね、あれですけども、やっぱりね、純真無垢なね、ごめんなさい、沖縄大好きさんが、はい、クラシカルでアカデミック、アダルティックではなくって、いい表現だね。アダルティックは、そうだよ、こんな話題してるからアダルティックじゃないですか。本当はそういう話がしたいんですよ。でもパパヤさんはね、沖縄 T シャツ屋さん、パンデミックでフラダンスなんなってるよ、もう全然パンデミックある意味パンデミックだよ。まあまあ、皆さんね、映っちゃったみたいなね、映っちゃったみたいな、そうなんですかね。え、カッポイさんが、滑りがないんだったら、はい、滑り王子失格だから村上庄司の弟子入りしてこいってドゥーン厳しい、うん、ね、いや、まあ今ちょっとね、はい、村上庄司さんのね、ギャグをやりましたけども、はい、なかなかお伝えしづらいようなね、うん、ギャグですけども、うん、ね、どうなんでしょうね、そのね、ギャグをやったところで、うん、逆に滑るって場合がございますからね。いや、滑るともう滑ってる。あ、それはもしかしたら王子のトークが。ラットさん、はい、王子、私にその場所をください。え、その場所どの場所？え、どの場所？今ここ座ってる場所かな。ああ、そう、ああ、真ん中？あ、この今の場所？あ、そういうことね。あ、じゃあもうまたあれですね、キウナゴモンの時みたいにつまみ出されますかね。開けておきます。あのさ、今日のね。あの番宣のさ、あの王子の写真はさ、番宣、うん、今日の今日番宣、番宣ってあれだったです、イラストですよ、イラストだよ、イラスト、違う、王子が引っ張られそうな、 あれはこの後お話しするね、あ、そうですか、でね、あの写真はとっても真顔だったもんね、王子がね、ギャグなかったよね。もう俺はね、王子自分で見てもね、うん、不意をつかれたなみたいなね。うん、またその話はじゃあ、はい、名古屋栄養コーナーで実現しますかね。はい。はい。はい、じゃあもう一ついきますよ。はい、はい、ツインクルちゃんからです。ありがとうございます。テーマ、点数ポイント。点数といえば、過去に木曜日の FEC チューン堂で、オードブルというコンビに、私のメール点数は何点ですかと質問したとき、80点と言われました。頭の中ハテナでした。次は100点狙いますということで、そこら辺が難しいですよ ね80点ってどういう意味なんだろうね、うん、そう、喜んでいいのか何なのかね、うん、100点目指した方がいいのかね、やっぱり100点がいいよ ね、うん、ね、その80点なかなか難しい部類ですよね、そのまだ30点とかさ、ね、20点ならまだいいんですけど、はい、80点で、ね、いいのか悪いのかっていい方のぶりですもんね、まあまあいい方ですよ ね、 そうですよね、いいと解釈しましたけどね、うん、私も王子はラントさん、うん、そうそうそう、真ん中を私にくださいって、ああ、やっぱこのポジションだね、この真ん中のポジションはいいですか。あ、そうなの。あ、そういうことなのね、だから俺ポジションって言ったから、うん、先ほどのさ、うん、ね、キャバクラのお姉さんのその話が欲しいのかなと思ったんだよね、うん、お黙り、沖縄大好きさんが王子22時27分、村上庄司さんのギャグで滑ったのでイエローカードっていうことで、あれイエローカード2枚になっちゃった、でもあれはだって王子のギャグじゃないじゃないですか、うん、ね、村上庄司さんっていうふうに振っていただいたから、うん、ね、ギャグをね言ってみただけなんだけど、決して王子のギャグではございませんので、うん、ね、ちょっとモノマネしてみただけっていうね、うん、そんな感じなんですけど、はい、じゃあメールお願いします、はい、メールご紹介します、名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、ありがとうございます、ありがとうございます、ダンサーさん、みそさん、王子こんばん、名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、ありがとうございま す、ポイント、貯めてますか、使ってますか、あ、これ聞いてんのね、
うん、あ、僕は、貯めて使ってます。特に V ポイントやポンタカードを貯めてお小遣いなんか買ったり、ポンタカードは、うん、au ペイに変えたりと使っていますよ、うん、ということでございます。あ、そうだね、その、あ、はい、うん、au ペイでも使えるってことだよ。